懐も寂しい磯島へ、お腹が緩くて回数増える、ハゲしか寝たない残念な男、毎日毎日うざいポストをするパーキポーキです。あ、はい、バキバキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は金曜日ということで、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ドドンということで、今日のガジラの方面は一旦曇りですね。はい、雨はちょっと落ち着いた感じ、落ち着いた、ちょっとピタッと止まった感じでございます。で、明日からもうずーっと雨でございます。もう梅雨ですからね。はい、そんな感じでございます。昨日も夕方ぐらいですかね。はい、私ちょうど福岡に行くときですかね。はい、その時もバラ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 とちょっともう降り出した感じで、もう梅雨でございますよ。で、これが明けると夏来ますねっていうことでございますよ。はい、もう6月ももうね、どんな感じですか。もう半ばがもう過ぎましたよ、少しね。はい、今月もあっという間やなっていう感じがします。いや、しかし体ガタガタでございますね。もう昨日もね、ちょっとこうもう福岡ずーっと行ってたんですけど、やっぱきちね、本当そんな感じがします。押したら昨日ずーっと走ってたらですよ、いきなりカラン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 って言ったから、私のトラックの右ミラーが、飛んでいきました。はい補修してたんですけど、そこからもう関係なくスパーンと抜けてしまう感じ、あーっていう感じだったんですけど、で、結構私のトラック特殊で、よく売ってるトラックの、ミラーとちょっと違う感じなんですよね。はい、どっちかというと乗用車タイプの、ミラーに近い、形をしてまして、はい、で、それで、まあ、イスズってね、イスズ準備っていう、イスズエルフっていう、車なので、このディーラーさんですね、だからイスズさんに電話して、型式売って、いくらぐらいするもんなんすかねって言ったら、ああ、そうっすね、これ1万ぐらいですかねとか言って、1万と思って、ミラーの先っちょだけで1万、ステーとかもなく、本体だけで1万。はあ、トラックやっぱ高えな、とかってね、と思った次第でございます。今ちょっと悩んでおります。なんかね、安いやつをこうつけろうかなと思うんですけど、それもまたちょっと不具合ってもややかと、も純正つけるのがいいのかなとかって思ったりですね。もう二十何年前の車にはなるんですけど、どうしようかなと今思っとる次第でございます。はい、じゃあこの続きはまた後で。バキバキさんのバキ続きですということで、もうほんとね、車はいろいろお金かかる。なぜかいろいろ部品が消耗していくからですね、調子がやっぱ良くなる悪くなる、いろいろありますよね。そんな感じです。お金かかりますね。そんな感じでございますよ。まあ、車で思い出しました。昨日はこれどこですか、なんか国会の近くだったのかな、あれね、なんかひき逃げ事件があったりね、なんかしておりましたですけど、パニックって逃げてしまいましたとか言ってね、それがまたと、政府関係の人たちを乗せる車の運転手やったというかね、人間やっぱどんな仕事、まあ運転のプロとかで書いてましたけど、どんな仕事でもいきなりパニックると、やっぱりこう、自分が思ってないことをやっぱする、よくあん
も何年か前にあの芸能人の人がですね、ひき逃げしてどうたらこうたらとかっていう話もしましたですけど、ね、当て逃げか。なんか本当ね、みんなやっぱいつもと違うことが起こるとやっぱ皆さん動揺して、そこをしっかりやっぱ対応できないんですよね。分かるんですよ、私もね、ドーンってやった時はーって思って、そこでちゃんとできるんだろうかって、やっぱちょっと不安はありますよね。どんなことが起こったら俺もちょっとパニクれるのか、でもちょっとしたことでもパニクれちゃうけどね。うわっ、へいしたら見えねえだみたいな感じでもパニクる男ですからですね。本当にもう皆さんはどうですか、パニクるってこんな感じで。で、もう一件、なんか70代の女性の方が、66歳の女性の方を、あれはコーナーやったしね、駐車場で、ドーンとぶつかって殺してるというね。まあでもなんか車が止まらなかったって言っておりましたですね。なんかこれすごい多いですよね。プリウスもそうですけど、はい。車が止まらなかったに進み出したとかね、よく聞く話で、まあそれもパニックってどうだったんだろうかとか、ちょっとやっぱ当の本人ではないのでわからないんですけど、やっぱなんかあるのかなと。一軒二軒ぐらいならわかるんですけど、ちょっとしょっちゅうそういうのがあるじゃないですか。まあその情報の中でなんか高速道路逆走しましたとかって言って、ね、そういった情報とか絡んでくると、やっぱ年ちゃうんってやっぱなってくると思うんですけど、実際その車だけにクローズアップするとね、ちょっとやっぱ車なんかあるんかいってやっぱなりそうですけど、そうならないのがやっぱりね、マスコミの情報操作なんかなって思ったりもやっぱりしたりするんですけどですね、本当にそうなのかなと。今私70代女性と言いましたけど、もうそういう人を殺したりすると70歳女っていう表現するんですね。扱いがもうスパーンと変わるというね、これが、世間様ですよってね。もう世間様は許さないね、許さないって感じですかね。やっぱ厳しい世の中でございますよね。皆さん気を、確かにやっぱキリッとしとかんと、やっぱいつそういうことがあるかわからんもんね。やっぱ人間やっぱ強くありませんからね、脆いですからですね、誰かに助けられてっていう感じでやっぱ思っとかないと、調子乗っとったらバジンってやられるよって教えてくれてるんじゃないかなとかって思いますね。はい、さて、暗いお話はもうこれぐらいにしておきましょうか。はい、もうずっとこの1週間2週間はもう雨続き、いつこの梅雨が終わるんだろうかっていうのに焦点が合わされてるみたいですけど、植物に限ってはちょっとお庭の無植物はもう潤沢すぎるぐらい水浴びておりますね。これちょっと下げておいた方がいい植物も出てくるんちゃいますかねっていう感じですけど、皆さんのお宅の植物あんまざらしでしょうか、それとも家に入れたままでしょうか。はい、この梅雨が過ぎるともうめちゃめちゃいい時期になりますからですね、植物にとってはですね。人間はもううだるばかりでございますけど、はい、まあそんな感じでございます。さて、明日だから結構もうイベントがポツポツともうなんかあるみたいですよ、各地ですね。もう数が多すぎてよくわかりませんっていう感じなんですけど、武蔵さんとかね、吉野さんもそうやし、はい、スローライブさん昨日からとかっていう話でね、結構各地で、楽しいイベント、どんどんあってるようでございます。はい、じゃあ明日は土曜日ということで皆さんお休みですね。はい、と雨でしょうから、お家でまたありしていただければいいかなとかって思っております。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。せっけにじー。